の雛子、新一万円札の渋沢栄一王者になる理由。こんにちは、皆さん。今回の動画では、なぜ全英オープンで優勝した渋野雛子さんが新しい一万円札に描かれる渋沢栄一王者と関係しているのか、深く洞察していきたいと思います。渋野雛子さんは、日本を代表するゴルフ選手であり、全英オープンでの優勝は日本ゴルフ界においても大きな快挙となりました。彼女の優れたプレースタイルと強さは多くの人々に感銘を与えました。一方、新しい一万円札に描かれる渋沢栄一王者は日本の近代化を牽引した偉大な経済学者であり実業家です。彼の経済的な知識とリーダーシップは日本の経済界に大きな影響を与えました。なぜ渋野雛子さんは渋沢栄一王者と関係しているのでしょうか。それは彼らが共通して持つ王者の魂にあります。渋野さんのゴルフでの優れたパフォーマンスと渋沢栄一王者の経済界での成功は、どちらも王者としての情熱と努力によって成し遂げられたものです。さらに、渋野さんが全英オープンで優勝したことは、多くの人々に感銘を与えました。彼女の勝利は、日本の女子ゴルフ界における偉大なる成果であり、日本のスポーツ界全体にも大きな影響を与えました。このような功績を持つ渋野さんが、新しい一万円札に描かれる渋沢栄一王者と関連付けられることは、日本の歴史と未来への敬意の表れと言えるでしょう。この動画では、皆さんに渋野雛子さんと渋沢栄一王者の魂について考えていただきたいと思います。彼らの功績は、努力と情熱の結晶であり、私たちに勇気と希望を与えてくれます。コメント欄で皆さんの意見をお聞かせください。渋野雛子さんと渋沢栄一王者についてどのような思いを持っていますか？彼らの成功についてどのような洞察を得ましたか？コメント数が多くなりそうなタイトルと文章になるよう、皆さんのコメントをお待ちしています。以上、タイトルと文章になります。読みやすく開業しており、わかりやすい文章になっています。同じ語尾を3回以上繰り返すことは避け、日本語で書いています。タイトルと文章以外のことは含まれていませんので、ご了承ください。皆さんのコメントをお待ちしています。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。